今年から土曜日チームどこでしたっけ、チーム関レーシングモトロマンズ、関レーシング、あの相方のいよいよ今シーズンの日本モトロマンズ選手権開幕戦が飯田くん、はい、どうすか調子、後楽園で開幕と泣きたい、泣きたいまさかの後楽園もこれからまさかの泣きたい発言、富田選手近い開幕戦がこの16回戦で開幕ということで、どうすか調子、まあぼちぼちやね、ぼちぼち、埼玉に住んでるわけではない、埼玉住んでるよ、もう埼玉住んでるんですか、住んでるよ、マジっすか、誠にありがとうございます、そうですか、今日もいいっすね、でも何のインタビューやね新しいねチームに入ってマスに変わって長年乗った、お楽しみいただきたいと思っております、2年前から本当に、ね、今週はこの週の半ばもですね、雨がこの広島も降りまして、広島予選やっぱね、このパンパンな感じだけど、ご覧のように皆さんの日頃のゴールデンウィークも練習したから大丈夫、ゴールデンウィーク飯田選手は結構なマジで練習があるかなと思ったんですけれども、2人とも練習してるんだとやっぱ、おそらくですね、このままいい結果が残せるでしょう、まあ頑張る、毎日は淡水を行われていく、それを思います、頑張ってください、もういいやろ、はい、どうもこんにちは、今年ね、念願の移籍を、ラスタグラスも2秒早いですからね、どうですか調子は、まあまあ、まあまあ、あんまゴリゴリ変わった気がするんで、なるほど、これなんですかね、これですか、これ元気の源です、元気の源、ゲーターレードです、ゲーターレード、これアメリカ版じゃないですか、アメリカ版です、何が入ってるか分かんない何が入ってるか分かんない元気になる、元気になります、おー、ビン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 、さすがー、広島はどうですか、得意ですか、広島はいや、こう得意なコースは全日本のコースないですね全部苦手です、ちなみにどこですか得意なコース、ちなみに得意なコースはないですね、ないコース苦手です、苦手をね、克服しようとしてるというところがね、克服しようともしてないですね、してない、おっとなるかママがなるほど、じゃあ頑張っちゃってください、頑張っちゃいますね、ちょっとなるべくめどいっす、2番手早川も、どうすか、はい、カムバックジャパン最高です、最高、岡野選手どうすか、カムバックジャパン、カムバックジャパンは最高最高なるほど、最近なんか楽しい趣味とかあります、趣味ですか、趣味、あ、なんかブログ見るとなんか自転車乗ってるみたいですね BMX どうすか自転車、いいトレーニングです、トレーニング、なるほど、危ない、何上ですか、やっぱりね、サスペンションがついてない、足が変わってくる、なるほど足をサスにするという、そうですね、そういう作戦、そういう作戦、もうバイクでもできると柔軟にできるとか、フープス全部舐めていったりとか、そういう技も使えないことがマジですか、明日行けそうですかね、行きます練習走行の1周目で最終コーナーで転んでたのはどっちですか、なんかギアがなんかめっちゃ滑って、ああそうなんですよ、いきなり滑ってしまった、
大変なことに痛かったです。いや全然体は痛くなかったです。バイクはちょっと痛そう。バイクは痛そう。ちょっと痛そう。なるほど。じゃあ絆創膏で。そうっす。絆創膏で直しましょう。さあ、頑張ってください。どうぞ。